そうでもないよ。うちかカルドちゃんのどちらかが触ってあげないと使えないし、他の悪魔の子にバトンタッチすると溶けちゃうんだ。手っ取り早くこいつの能力で王女様の心を折るっていうわけにもいかないもんな。無理やり器の形状を変えるのはダメ。規格が合わない。悠長に構えている暇はないのだけれどね。二人っきりにしてあげるの？フィアナ、気をしっかりと保て。悪魔の手で踊らされるな。お父さん。ようやく正気に戻ったようだな。そうです、私は。カルドは、悪魔月は一体どこへ？さあ、よくわからん。お前をここに連れてきて、すぐに影のように消え失せてしまった。なるほど。ここが悪魔月の本拠地。こんなところにお父様は長らく閉じ込められていたのですね。程よい静養にはなっている。ピアナよ、体に触りはないか？私は変わらずです。城の方々にも助けていただいておりますので。そうか、ならば結構なのだが。私は平気です。クレビング家の娘としてこの程度の苦境で折れるわけにはいかないのですから。ふん、お前のその男勝りの性分には手を焼かされた。だがこの状況になると頼りがいがあるな。私は決してお父様の望む娘に育ったとは申し上げられません。それでもただの姫君ではない。私だからこそ活路を見出すことができるのであれば、その機会を逃すわけにはいきません。私はまだまだ戦えます。たとえ剣で敗れたとしても、お父様譲りの負けん気には刃こぼれ一つありません。ただ不安はあります。私はそれを払拭したいがために、悪魔たちの誘いに乗りこの場所に参ったのです。私に何か聞きたいことがあって来たのだな。その答えがなければ私は
大義名分を見失ってしまうかもしれません。お父様、五悪魔召喚の儀式とは一体何なのでしょうか。建国王が封印した悪魔、そして6年前の戦争での解消は無関係ではないのですよね。カルドは、悪魔月は我々とどのような関係があるのでしょうか。どうして何も答えてくださらないのですか。賢いお前のことだ。当てはついているのだろう。儀式も悪魔も何も関係ない。我がクレービングの一族は完全に被害者だ。たとえ私がそのように答えたとしても、フィアナ、お前は納得しないだろう。それでも否定してほしかった。ええ、カルド様の行為を踏みにじる行いですわ。クレビング家の人間は無粋ですのね。誰が無粋か、その言葉そっくりそのままあなたたちにお返しします。もう面会は終わり。あんまり王様をいじめちゃダメだよ。またお家にはカルドちゃんが送っていってくれるってさ。じゃあおやすみなさーい。フィアナ様、お気づきになられたのですね。お体の調子が芳しくないようですね。大丈夫、少し疲れているだけだと思うわ。行きと帰りの記憶はほとんどないのだけれど、私はいつ戻ってこれたの。深夜、あの男に連れられ白広場に帰っていらっしゃいました。私どもに預けられた直後に糸が切られたように気を失われたのですが。ありがとう、そうだったのね。行き帰りともにあの男に手を引かれていましたが、ご自分の足で歩いていました。やはりご自覚はなかったのですね。ええ、地下でお父様にはお会いできましたけれど、それが夢か現実の出来事だったのか自信が持てないの。陛下のご体調はいかがでしたか。さすがに疲労されている様子でしたが、ご無事でした。それは何よりです。ですが、フィアナ様。いいえ、何でもありません。それよりも城を開けてごめんなさい。しかももう日が昇ってしばらく経っているわよね。仕事が溜まっているんじゃないかしら。少しは
お休みになられた方がよろしいのでは。大丈夫よ。ゆっくり寝たおかげで回復したわ。さあ、準備しましょう。かしこまりました。大詰めの今だからこそ目標を意識すべきだわ。闇の糧はあっても困らないけれど、十分な量は集まっている。であれば彼女の心を壊すことに力を注がないとね。ええ、お手伝いするわね。準備はできたかしら。楽しいショーにしましょうか。ええ、王女様もきっと喜んでくれるはずだわ。フィアナ様、大変とは聞いてますが、あまり無理はしないでください。ありがとうございます。私のことよりもあなたはいかがでしょうか。私たち王族が至らないばかりにご不安を与えて申し訳ございません。そんな、フィアナ様のせいなんかじゃ絶対ないですよ。それに私たちはへっちゃらです。気にしないでください。嫁のお袋が膝を悪くしちゃったみたいで、畑の手伝いをしなくちゃいけないんです。お姫様は逃げないの？こら、王女様に対してなんて無礼なことを。すみません、子供が言うことなんでお気になさらず。ね、でもお姫様とっても疲れてるみたいなのに。ありがとう、心配してくれて。だけど全然心配ないわ。私はこの国の王女なのだから。お姫様、王女様、フィアナ様のご希望通り人払いは済ませました。お聞きになりたいのはやはりあの儀式のことなのでしょうね。
先日お父様にお会いできたのはあなたもご存知ですね。ええ、悪魔付きの口車に乗ってでしょう。この私も大変心配しておりました。あのような危険なことは二度と行わないでいただきたいのですが。ご心配をおかけしたのは申し訳ないとは思っています。ですが必要と感じたから行ったことなのです。ご理解お願いします。陛下がご無事であるということを確認できたのは喜ばしいことだとは存じます。しかしフィアナ様の命が失われてしまっては元も子もないでしょう。どうしても確認しておきたいことだったのです。なるほど。お父様は何も答えてくれませんでした。もしかしたら悪魔付きに関するこの一件にしても私たちに非があるのかもしれない。その可能性も含めて確認したかったのですが。国王陛下はお答えになられなかったのでしょうね。ええ、ですが当てをつけているならばそれが真実だという旨のことをおっしゃいました。もし私たち側に非があるのであれば対応すべきことも変わってくるはずです。彼がただの通りすがりの族ではないということはとうに理解してます。ですからフレデリック、あなたが私のことを心から思いやってくださるというのならば具体的に何があったのかをお話しいただけませんか。フィアナ様、かしこまりました。すべてを白状いたしましょう。まずは殿下に事実を伏せたまま事態収束ができればいい。そのような指針を持っていたことをお詫びいたします。さてどこからお話しすべきか。王妃様がお亡くなりになられた頃が転機になるのでしょうな。その時の情勢については覚えてらっしゃいますか。ええ、当時お父様とはあまりお話しできなかったということはよく覚えております。王妃様がお亡くなりになった際バジリウス様も大層気がめいっておられたようです。お父様がですか。すでに戦況は劣勢ではありました。そのような状況での大切な奥方の死去ですから、おそばで使える私は国王様の強靭だったはずの心は明らかに弱っているのが見て取れました。信じられないですか。いいえ、あなたがそうおっしゃるのであればそうなのでしょう。父と過ごした時間が長いのは私よりあなたのはずなのですから。あの方は自分にも他人にも厳しいお方です。しかしそれをお妃様と王女様にも強いてしまったことに対しては当時後悔されておりました。たとえ後悔されたとしてもお母様は戻りませんよ。ええ、失ったものを取り戻すことはできない。そうお考えになったバジリウス様はせめてクレヴィング家の使命ソリデ国の守護に全てを捧げる決心をされたのです。そうですね。お母様が亡くなってからはさらに私との会話は事務的で表面上のやり取りになってしまった。ある日陛下は書庫から古文書をお持ちになり
歴史には記されていない儀式の存在を示されました。ご悪魔召喚の儀式ですか？その通りです。建国王ソリデ・クレヴィングがこの国の地下に封印したという伝説の五体、その悪魔たちを召喚する儀式です。教会との関係はどうするつもりだったのですか？儀式の存在を知ってからもバジリウス様は禁忌に手を伸ばすべきではないという姿勢は崩さずにいらっしゃいました。ですが日に日に戦況は悪化していく状況に憔悴されていたようです。私も我が国の窮状を見て幼心に力にならねばと剣の道を選びました。しかしお父様はそんな私には見向きもしてくれませんでした。バジリウス様は、父君はフィアナ様のことを常にご覧になっていましたよ。やはり私は父親としては愚か、君主としても頼りないのだろうな。何をおっしゃいますやら陛下。あなた様がいらっしゃらなければこのソリではとっくに奴らに蹂躙されてしまっていたでしょう。世辞はいらん。私は事実を申し上げております。バジリウス様が動じず誰よりも厳かに振る舞ってくださるからこそ我々も瓦解せず戦い続けられているのです。その結果己の娘を戦地に追いやることになったとしてもか。あれの死後、剣術を学び始めたあやつは私に誇らしげに話したぞ。私がソリデの騎士団長になりますとな。ソリデ騎士の陣形において最も武勇に優れた者は奉仕の最前列で指揮を取り口火を切る。そのためおのずと騎士団長がその役目を負うことが多い。そのためどんなに勇猛な騎士であったとしても負傷率が高い。ああ、このままでは私は妻だけではなく娘も失うことになるのだろうな。私からもやめていただくようお話はしたのですが、聞く耳は持っていただけませんね。教会に相対することになったとしても禁忌に手を伸ばすべきなのかもしれないな。陛下、国と家族いずれも手放せない愚かな君主だ。切れる札が目の前に転がっているならば拾い上げよう。たとえ悪魔に魂を売ることになってもだ。お父様がそんなことを。お父様が儀式に手を出した経緯は理解しました。では悪魔つきは何者なのでしょうか？貧困街の子供を集めて訓練し消耗した兵力として補填していたということをフィアナ様はご存知だとは思います。悪魔召喚のためには数名の子供を生贄にする必要がありました。そこで我々は聖母に唾を吐きかけるような行いとは知りつつも
身寄りのない少年兵を用いることにしたのです。カルロット、生贄となった少年の名前がそうでしたね。彼含め数名を悪魔に差し出し、その報酬として力を借りることとなったのです。では墓地で合葬されている彼らは。もちろん実際に戦場で散ったものが大半です。ですが中には生贄にされた少年も慰霊しております。なるほど、そうだったのですね。ある時期からソリデ国は解消を重ねるようになったというのは知っています。悪魔の召喚が契機だったのですね。しかし明らかに頂上の力を振るっている兵士がいるとなれば、周辺国家も黙っていなかったでしょう。ええ、勝利を重ねていく中、相手国の大使から詰問を受けました。ですのである程度戦争の収束が見えた段階で証拠を隠滅する必要があったのです。証拠の隠滅ですか。数勢が勝ちに傾いた戦場で雨で見通しが効かない日を選びました。我々は彼相手に死角を放ち、闇に葬ろうとしたのです。運が良かったのか、あるいは悪魔の能力でうまく立ち回ったのかは存じ上げませんが、生き残った彼は6年間の空白期間を経て私たちの前に姿を現しました。なんてこと。悪魔月の地下拠点についても存じ上げておりました。6年前の儀式に使った場所ですから、わざわざ調べるまでもありません。しかし我が身可愛さゆえ、今まで姫様への報告を怠っておりました。近頃は頻繁に会いに来てくれるではないか。なるほど、であれば先日のフィアナとの面会は貴様にとっても楽しめたのではないか。であればもう少し狼狽してやった方が趣味に合ったのではないか。いい趣味をしているな。私とも出会ってから6年になるのね。当時カルドと契約できたのは私だけだったのだけど、おかげさまで5体全て契約することに成功したわ。つまり残す工程はあと1つということか。ええ、改めて絶望に満ちた生贄を用意するだけ。フィアナか。もう彼女の心が壊れるのも時間の問題だわ。随分とお優しいことだ。
その深い絶望、闇の糧があったおかげで私たちとの契約も成立したのだけど。なんだと？まずそもそもの認識を正しておきましょう。あなたが行ったご悪魔召喚の儀式、あれは私たちご悪魔を召喚し力を得る儀式などではない。ほう。建国王以前にこの地を治めていた闇の領主、それが貴様ら悪魔だというのか？ええ、その通りよ。教会に背き背徳の禁術に手を伸ばした魔女ニーバラナこそが私たち。魔女の討伐の命を受けた騎士ソリデ・クレビングは当時の教皇と共にこの地に訪れ、ニーバラナと相対して捕獲した。しかし不死の能力を身につけていた魔女を殺す方法については彼らは持ち合わせていなかった。封印することが叶ったという記録は我が国には残っているが。ええ、その通りね。魔女は滅ぼせなかったけれど、教皇と当時の高位神官は今の聖職者たちとは比べようもない高度な奇跡を用いることが可能だった。ニーバラナはその奇跡によって5つの魂に分かたれて、儀式が行われた場所で眠らされることになったわ。5体の魂、そのうちの1体が貴様ということか？ご明察。魂を5つに分かたれる痛み、生きたまま手足を裂かれることがあればそれに近いのかしら。その苦痛を与えたソリでも私たちは許すことはできなかった。私たちももともとはソリデを愛していたのよ。腹を痛めた息子だったのだから。愛があったからこそ背を向けられた挙句、そんな仕打ちをされた時に何もかも裏返ってしまった。つまり我が国にとっての一番の敵を私自身で蘇らせてしまったということか？ええ、あなたには感謝しているわ。何もかもお膳立てをしてくれたのだから、真なるご悪魔召喚の儀式もね。ニーバラナを完全に浄化しようとして教会が編んだ術式をもとに私たちは種をまいた。儀式のため封印が解かれるわずかな時間を利用して人間の欲望を刺激し、浄化儀式を応用した召喚儀式を作らせた。私が見つけたのはその歪んだ儀式ということか？だがそこの悪魔付きは魔女となり果てていないではないか？それは単純な理由よ。あなたの行った儀式では私たち全員を呼ぶほどの闇を用意できなかった。
器の資質だと。そう、器にはある資質が必要なの。それはソリデ・クレビングの血を引くものであること。クレビング王家のものを生贄として、その心を壊してできた空の器に私たちが入ることで、初めて魔女の復活はなる。それでは、貴様らがフィアナを捕らえ辱めているのは。あのお姫様は私たちを揃えるための糧を得る生贄であり、魔女の新しい器というわけよ。召喚儀式と浄化儀式が表裏である以上、器として王家の血筋のものが必要という情報を教会に知られるわけにはいかなかったの。だからなかなか機会は訪れてくれなかったわ。でも待ちわびた甲斐があった。他でもない王家のものが私たちを求め、あなたを憎むちょうどいい宿まで用意してくれた。おかげで私たちはふさわしい器を手に入れ、私たち好みの絶望に落とすことができる。感謝するわ、国王。フィアナは、あれはクレビングの名に恥じぬ強い娘に育った。貴様らの思い通りになると思わぬことだな。それにバカな真似はやめておけ。魔女が復活したならば、この国は。悪魔の言いなりで聞く耳は持たずか。愚かな男だ。それじゃあまた会いましょう。フィアナ様、お茶が入りました。いただきます。いい香りだわ。フィアナ様、冷めてしまいますよ。ごめんなさい。ごちそうさま。おいしかったわ。やはりお気持ちが安らげないのですね。え、先ほどのフレデリック様のお話はフィアナ様にとっても聞くのがおつらかったでしょう。お気にされているかと思いますので、念のため申し上げますが、フィアナ様に罪はございません。
私のために少年兵たちの命が無下に奪われたのです。負うべき罪だと考えています。であれば罪を負うべきは私だと思うのです。どうしてあなたが背負い込む必要があるのですか。私はその姫様が宮城にあるというのに何もできておりません。いいのよアンリ、十分に助かってる。それにあなたが無理して傷ついてしまう方が私は辛いわ。こちらこそ何も関係のないあなたを巻き込んでしまって本当に申し訳ないと思っているわ。無関係ではありません。本当に辛くなったのならばいつだって私を見捨てても構わないのよ。ありえません。私がフィアナ様のおそばを離れるなんてことは。フィアナ様にお力添えするのは私が生まれ持った使命です。それはフィアナ様が騎士だらんとすることと同様です。捨ててしまえばアンリはアンリでなくなってしまいます。私はあなたにそばにいてほしいけれど、そばに置いてくださいませ。少なくとも私はそう望んでいます。こんなのおかしいわアンリ。これではあなたの方が騎士らしいじゃないの。騎士なんて私には身に余ります。しかしフィオナ様が騎士として振る舞いソリデに寄り添う姿は私の誇りです。フィアナ様にお会いするまでは私には何もありませんでした。そんな私に生きがいを与えてくださったのはフィアナ様の生き方なのです。アンリ、何を信じるべきなのかわからなくなっている状況だとは思います。ですが少なくともこのアンリはフィアナ様の味方であることを誓います。ありがとう。そこまで言ってくれるのであれば心強いわ。あなたがいる限りどんなに体が痛めつけられてもきっと大丈夫です。私は負けません。儀式もそろそろフィナーレですわね。ついにあの鼻持ちならない王女が落ちる日が来るなんて愉快でたまりませんわ。このティオ、目的を果たすまでは決して油断しませんとも。ご悪魔の頭目を最後まで務めてみせます。パーティーの時間ですわね。新しいステップを試しましょう。ありがとうございます。カルド様とならばどこへでも。
おそらく従来通りの方式を施行可能なのは今回が最後。あれ？もう終わりかよ。もっと続けざまに王女様をいじめてやればいいんじゃないの？カテナから引き継いで10以上の施行回数。これ以上のサンプル取得は無駄。賛成ですわ。今までの教訓を生かしてより華麗なる儀式を追求したいものですわね。詳細はわからないけれど、何かしら彼女の中で心の整理がついたのかもしれないわ。私はあなたの怒りを受け止める必要がありますから。大臣から話は聞いております。彼と国王があなたを悪魔召喚の生贄として扱ったということを。カルロット、お父様の策謀であなたの人生を狂わせてしまったことはお詫びします。あなたとの約束があったからこそ私はここまでやってこられたというのに。私はあなたの悲惨な状況に気づくことすらできなかった。私は王女ですから、お父様が犯した行いに対して償う責任はあります。この程度ならば平気です。ですがその代わり、もし私に怒りをぶつけて気持ちが晴れたのであれば、また共にストリデを良くしていくよう歩んでくれますか？貧困街の貧しい人のために強く心優しい騎士になると誓ってくれたではないですか。フィアナ様、お気持ちはわかりますが、話しても無駄です。貧困街のことですね。それであなたの気が済むのなら、
そうね、糧の収集状況は上々。民衆の前で効率よく収集する必要も今後はないでしょう。さっきは王女様に対してムキになってたよな。お前にしては珍しいんじゃないのか。デリケートなんだな。複雑な心境はわかんねえや。だけどムカつくんだったらかましてやりゃいいんじゃねえの。これだから野蛮人は行き詰まったら暴力優雅さに欠けますわね。なんだよ、わかりやすいに越したことはないだろ。羞恥心を煽ってきた今までのやり方は十分に成功法だったでしょ。この方法でうまくいかないのであれば他の策を練る必要があるというお話なのです。その羞恥心とかも回りくどい気がするんだよな。思う通りにならないのなら殴って言うこと聞かせる方が性に合ってるぜ。はぁ、話になりませんわね。このおバカさんは放置しておきましょうか。え？なるほど。よし、そうと決まれば俺に任せてくれよ。あなたに任せてしまったら殺してしまいかねないのが懸念するところね。カルド、いい案があるのだけれど。ええ、この国には心を折るのにうってつけの場所があるわ。人の尊厳を傷つけるにあたって囚人監視での性行為ももちろん効果的ではあるのだけど、それ以上に簡単な方法がある。閉鎖された空間での孤独、あるいは調教行為、家畜同然に扱ってやる。労力も少なく済み即効性も高いわ。わざわざ地下に潜らなくともこのソリデのお城にはあるでしょ。ええ、罪人同様に牢獄へ閉じ込める。そのことで生じる心的負担は今までと違うものになるはずだわ。いつもの儀式を行うための面会ではないということですが、ご要件をお伺いできますか。引っ越しですか。陛下のもとに連れて行くというのであれば、私がここで止めさせていただきます。面白い冗談ですね。ですが、これ以上フィアナ様をあなたの好きにさせるつもりはありません。あなたに教育していただくことになるとは思いませんでしたが。あなたが貧困外流で語るというのならば、こちらも習うまでです。虚言で皆を混乱させようとしても無駄です。控えなさい、アンリ。常日頃
彼の相手は私が引き受けるとお伝えしているはずです。は、ですが、フィアナ様。国王、大臣、そしてソリデへの怒りは私が受けるべきなのです。これ以上私に何をしようというのですか。こんなところに閉じ込めて。次の段階。当然です。私が背負っているものはあなたの想像をはるかに超えていたという証拠です。爪、それで牢獄に。たとえどんなことをされても私が屈服することはありません。これまでの行為でいい加減に学んだらどうなんですか。いかにあなたに否定されようとも、この国を思う私の心は変わりません。やはりあなたの考えは理解できませんね。戦争中は少年兵たちはこんなところで生活をさせられていたのね。確かにこんな暗い場所で毎日を過ごしていたら気がめいってしまいそうね。大臣やアンリはうまくやってくれているのでしょうか。ここで弱気になっては彼の思うツボだわ。願わくばまた彼と共にソリデの未来を語りたい。同じ明日を目指したい。負けるものですか。彼がそのつもりならば1ヶ月でも1年でもこの牢屋で耐え抜いてみせる。いいわけがないでしょう。
とこのまま閉じ込められていたとしても、私の心は決して折れないでしょうね。確かにあなたの言う通りね。1ヶ月、1年閉じ込めておいたとしても何も影響はないでしょ。いいえ、まだまだ序の口だわ。せっかく王女様には普段のきらびやかな世界とは違う生活を体験していただいているのですから、おもてなしも念入りに行うべきだわ。ええ、おあつらえ向きの状況ですもの。囚人相手にはそれらしい扱いをしてあげないと逆に失礼に当たるでしょ。儀式の総仕上げよ。私たちの能力に頼らずとも、あなた自身の力で成し遂げるべきだわ。6年間一緒に歩んできたのだから、あなたの願望は言わずとも分かっているつもり。素直におっしゃいなさい。積年の恨み、自分自身の手で型をつけたいのでしょ。ある程度覚悟は決めております。儀式とやらの続きを行うのでしょう。相変わらずの悪趣味ですね。さて、宴の主催者となれば、フルコースのお品書きを考えるのも仕事の一つだわ。だからこそ攻略のしがいがある。ん？構造の解析は楽しいから。答えを知っているはず。心身への直接攻撃で陥落しないことは明らか。であれば外堀から埋めるべき。距離の問題じゃないらしい。そうなんだよね。どんだけ距離が離れていても、時間が飛んでいてもつながってるって思い込みが王女ちゃんの強さなのかな。うん、当たり。王女ちゃんも本当は人のつながりは頼りないってこと不安になってると思うんだよね。あえて目をそらしている？多分ね。だからうちらにできるのは、一見穏やかに見える水面にでっかい石を放り投げることかな。わかんないよ。なるようになるんじゃないのかな。不確定要素が大きい。任せて。
ちゃんとしなきゃ。忙しいのかもしれないわね。これ以上心配かけちゃダメだわ。私の部屋に誰かがいた形跡はなかった。アンリは来ていない。アンリ、どこに行っちゃったの？それどころじゃないのは分かってる。だけど、今はただあなたに会いたいの、アンリ。こんなところに来ているわけがないわ。アンリ、いるの？誰かいたの？うん、王女ちゃんが見てたよ。大成功だね。あなたは？悪魔は味方？いや、違うはず。どうでしょうか。何を言っているの？
リちゃんが頑張ってくれたおかげで、うちらすごい助かっちゃったかも。どういうことなのでしょうか。フィアナ様を貶めるために私を使ったのか。アンリちゃんの誰も見たことがない一面が見れて、うちは楽しめたよ。人でなしめ、ただで済むと思うな。あ、そんなに怖い表情もできるんだね。救いようがないですね、あなたは。二人とも怖いよ。あなたと一緒にしないでください。話にならない。うんうん、オージュちゃんとっても悲しんでたよ。お友達なら慰めてあげないと。分けたことを。失礼いたします、フィアナ様。アンリ、そんなに急いでどうしたの。フィアナ様、先ほどはお見苦しいものをお見せしてしまい誠に申し訳ございません。別にいいわ。あの男とあのような行為を取ってしまったのは私の本意ではありません。あれは悪魔に操られていたんでしょう。
ええ、その通りです。なので、先日も申し上げた通り、私の心は常にフィアナ様と共にあります。うん、ありがとう。あなたに範囲がないことは分かっています。フィアナ様、でも私もう何も信じられなくなったかもしれない。申し訳ございません。アンリ、あなたのせいじゃないわ。クレビング家の家訓、カルロットと誓った約束、それからアンリ、あなたと一緒にここまで歩んできたこと、全部積み上げてきた大切なものだけど、守りきれるという自信がなくなってしまったの。フィアナ様、今こうして話せている間は心も落ち着いているけれど、それも真実なのかはわからない。フィアナ様、やはりお疲れのようですね。もうしばらくお休みになられた方がよろしいかと。第五の悪魔の能力を受けたのであればわかると思うのだけれど、解かれることによってようやく自分の心が置き換えられていたということに気づくの。にわかに信じがたかったのですが、先ほど私自身が体験することでようやく実感できました。ええ、だから彼女の力を受けて以来ずっと抱いている不安感がある。今の私は本当に私なの？実はまだ彼女の操り人形のままかもしれない。そんな不安が頭をよぎるの。フィアナ様、私の目にはフィアナ様は依然気高くお優しい姫君に映っております。私がついております。この悔しさもやりきれなさも私自身のものだと信じたい。だけどそうであるって証拠どこにもないから。証人はここにおります。フィアナ様、気に病むのは分かります。ただ現状答えを見出すことはできないかと存じます。ですから今はただ静養してくださいませ。そうね、ごめん。
なたと話をしたおかげで落ち着いてきました。もう大丈夫、少し休ませていただくわ。もし寂しいのでしたら眠るまでお付き添いいたします。魅力的な提案ね。幼い子だと思わないで、一人で眠れますから。殿方と散歩ができるだなんて、私なんという果報者なのでしょうか。どなたかもおっしゃっていたかもしれませんが、地上を悠々と出歩いたのは久しぶりなのです。私にはもったいなきお言葉ですわ。え？もしかして何か含みがあるのですか？そうですわ。浮かれていてはダメですわ。落ち着いて考えましょう。儀式完成を目前としたこのタイミングでシャイなカルド様に褒められた理由を。ニーバラナが復活すれば私の人格は実質失われてしまう。その直前に他の4体の誰でもなくこの私を伴ったのはなぜか。わかりましたわ。カルド様は私にどうしても伝えたいことがあった。遥か彼方の異国では月が綺麗だという言葉がプロポーズの時に使われていると聞いたことがあります。綺麗な衣装だとカルド様がおっしゃられたのもつまり、なあ、意地らしいカルド様の思いに私は応えることができない。おい、その独り言全部俺たちに筒抜けってこと忘れてねえよな。せっかく幸せな物思いにふけていたというのに水を差さないでいただけます？お花畑な妄想垂れ流すな、黙ってろ。ねえ、私にとっては一大事ですのよ。いえ、何でもございませんわ。ええ。ねえ、カルド。もう十分です。所詮あなたも王者の器ではなかったということですわね。ええ、そのようです。
あなたたちの勝ちです。もう少し骨があるお方だと思っていました。私、あなたをライバルとして認めていましたのよ。ですが、ここまでのようですわね。好きなようにおっしゃってください。少しは言い返してくれないと張り合いがないですわ。これじゃ一方的にいじめてるみたいじゃありませんか。一方的なのは否定できない。それに弱点を攻めれば予想以上にもろかったのは確か。一つだけ約束をしてもらえませんか。この身はあなたに捧げます。ですが、私以外にはもう手を出さないと誓ってください。さてと、そろそろ頃合いね。ああ、なんだか暴れ足りないぜ。カルド様の思いにお応えできないのは心残りですが、状態確認、成功する可能性は限りなく高い。あは、短かったけど、すっごい楽しかったよ。5つに引き裂かれて早数百年だったかしら。やっぱり自分の足で立ち、自分の口で空気を吸う感覚はたまらないわね。いいえ、もしかしたら元の体よりもいい調子かもしれないわ。ありがとう、フィアナ。大切に使わせてもらうわね。今まで私の分隊に尽くしてくれたことに感謝するわ、カルド。体に力が入らないのは無理もないわ。体に紐づいていた闇の糧が一気に抜けてしまったのね。さて、あなたの復讐の仕上げをしましょうか。フィアナ、ごきげんよう、お父様。いや、
そうか、フィアナはもう。どうしたの、お父様。そんなに驚かないで。ごっこ遊びに付き合うつもりはない。父親という存在に関わるのも数百年ぶりだから、もう少し遊んでほしかったのに。残念だわ。ご悪魔召喚の儀式は完了したようだな。ええ、おかげさまで。やってくれたな、悪魔つき。そのような報告など不要だ。バジリウス、あなたに恩は感じているのよ。そもそも6年前私を目覚めさせてくれなければ何も始まらなかった。当時の生贄に加えて自分の愛娘も差し出してくれたのですもの。よくできた子孫だわ。心にもないことをほざくな、魔女め。本心から申し上げてるというのにひどい言われようね。一つ聞いておく、フィアナの心はもう消えてしまったのか。ええ、もうすでに気配は感じられないわ。おそらく私が入り込んだ際にすりつぶしてしまったのかもね。そうか。そうね、彼には悪いけれど、この国はもともと私のもの。ソリデの国なんかじゃない、ニーバラナの国だわ。だから国王の座は譲ってもらうわね。だけど彼には恩があるもの。解放しようと思うのだけど、いかがかしら。楽しみにしてくださいね、お父様。
障害さえなければたどり着くのも簡単だったわね。姉様と美桜様がすでに構造を調査してくださっていたおかげです。魔女に浄化の力で対抗するにしてもあと一押しが足りないわ。数百年前の神官様たちが何か残してくださればと思ったのだけど。そんなに都合のいいものは見つかりませんね。あれ、この部屋は牢屋のようですが。念のため中を見ておきましょう。カルド、あなたこんなところに。城で悠々と過ごしているのだと思っていましたが。なるほど、疑わしい部分もあるけれど、確かに今の彼からは闇の糧の気配は一切感じられないわ。好き勝手に物を言ってくださいますね。それではお言葉に甘えます。減らず口ですね。ですが、私の気持ちは晴れる。やめて、アンリさん。こんな人のためにあなたが手を汚す必要なんてないわ。テレサ様、しかし。忘れないで、アンリさん。今から私たちは清めの力を持って汚れに対抗するのよ。だから、闇の糧を抱えた状態で魔女に戦いを挑んでしまえば手玉に取られてしまう可能性があるわ。おっしゃる通りですね、テレサ様。ええ、分かってくれればいいの。私たちの目的は王女様を取り戻すこと。そのたった一つの目的に集中しないといけないわ。魔女の心が5つに分かれている状況では使えない方法でしたが、復活した今だからこそ挑戦できることがあるわ。ええ、心が1つに統合されている今ならば、ロザリオの清めの力を直接衝突させれば魔女を浄化することも叶うでしょう。私も浄化の力を使うために集中する時間が必要だわ。だから時間を稼ぐための手段があればと思ってここまでやってきたのだけど。ええ、本当に。ねえカルド、悪魔から解放されて、もし少しでも王女様に対する罪の意識を感じているのであれば、手を貸してくれないかしら。何を言っているのです、テレサ様。この男がそんなものを持ち合わせているはずがないでしょう。ええ、
そうかもしれないけれど、聖母様はこのようにも言っています。人は気持ちがあればどんな凪であっても進むことができると。もし何をすべきかわからない、道に迷っているのであれば、困っている人に手を貸してあげてほしいの。王女様の騎士道も聖母様の教えも、厳選になっているのは誰かに手を差し出すという真心です。それはあなたも知っているはずでしょう、カルロット。仕方ないわ。別に私も期待はしてなかったけど。他を当たりましょう、アンリさん。ええ、こんなところにいても時間の無駄ですから。おいおい、約束の額に全く届いていないじゃないか。でも必死にかき集めたんだけど、これが精一杯だったんだ。クソが、いなくなった騎士様たちの代わりにこの国を守ってやってるのは誰だと思ってるんだ。誰もお前になんか頼んでないだろ。ハハハハ、ニーバラナ様が作った唯一の法、何時心の赴くままに振る舞えを実践してるまでよ。稼げないんだったら召喚を紹介してやってもいいんだぜ。なんなら俺がまず手ほどきしてやろうか。弱い者いじめはやめろ。王女様やソリデ騎士の皆様がいなくとも、聖母に仕える私たちは見逃しません。なんだ、ただのシスターか。邪魔しないでくれ。あ、助けてシスター。こら、無視するなよ。ありがとうございます。で、悪魔つき？どういう風の吹き回しだよ、悪魔つき。善人のふりをしてまたみんなをたぶらかすつもりですか？信じられるか、そんなの。あなたが言わないでください。おかげで王女様やみんなが。ソリデ国だけの問題ではありません。この暗闇は少しずつ国の外へと広がりつつあります。
聖母様が世界の闇を浄化する以前の暗黒の時代が来るような気がします。テレサ様は私たちにも早く逃げるようにとおっしゃった。でもそんなわけにはいかないんだ。テレサ様はお城で頑張ってるんです。このソリではもともと私たちが管轄していた町です。置いて逃げ出すなんてありえません。連日アンリさんと一緒に城に潜り込んでニーバラナの隙を狙ってる。ロザリオの力さえまともに当たれば勝機はあるって。テレサ様、いえ、フィアナ様を助けに行くために戻ってきてくれたのではないのですか。教師祭様、昔テレサ様がこの町に住んでいた頃、今の君によく似た目をしていた男の子と関わっていたのを思い出しました。もともと一直線のテレサ様は我々一般的な聖職者の手に余っておりました。しかしその子と関わり始めてからはさらに吹っ切れたようで、こちらとしては諦めるしかありませんでした。そんな、教師祭様、テレサ様の悪口はお控えください。私がテレサ様を御すことができる器ではなかった、ただそれだけです。そんなテレサ様に影響を与えた子がもしソリデにいるのであれば、彼女の力になってくれるかもしれない。私も貧困街には多少は出たことがあります。その時に迷惑をかけられたやんちゃな男の子のことは忘れたくても忘れられませんよ。貧しいながらも弟分を可愛がる、口が悪くなりますが、そんなガキ大将と君は同じ目をしています。心を入れ替えたとしても、私たちを傷者にしたってこと絶対に許さないからな。この大切なソリデをめちゃくちゃにしたことも許せません。自分が何をなすのが正しいのかということに悩んでいるのでしょう。もし罪悪感が君を苦しめているのならば、それを受け止めた上で新しい一歩を踏み出すことが必要です。今回はこのまま退却すべきなのでしょうか。手応えは感じたのだけど。浄化の精度はさらに高まっているのではないかと思います。
ですが。想像以上に闇の糧が満ちるのが早いわ。せめて私もお手伝いできればいいのですが。いいえ、おかげでかなり助かっています。あなたがいなければ私もすぐにやられていたでしょう。私にできることをしているだけです。ニーバラナに遊ばれているような気がするわね。ええ、追い詰めているようで手玉に取られているという予感はあります。もう一度攻勢をかけましょう。気を引き締めなきゃ。大丈夫、何度倒れてもくじけないことが私の取り柄でしょ。威勢は良かったのだけれど、ここまでみたいね。子猫ちゃんと戯れるのは楽しいのだけれど、ちょっとだけ飽きちゃったかも。こちらは命がけだというのに、少しは手を抜いてもいいのですよ、ニーバラナ。まだ軽口を叩ける余裕はあるみたいね、アンディ。でも切った張ったもワンパターンで嫌になっちゃわない？こちらもうんざりしていたところです。そうよね。だからもしよかったら一旦休戦しちゃわない？休戦？意味のわからないことを言わないで。だって私、あなたたち二人のことは別に嫌いというわけじゃないのよ。むしろ仲良くしたいと思っているの。こちらとしてはあなたと親交を深めたいとは一切思えませんが、その体を引き渡しフィアナ様を解放さえしてくれればいいのです。残念だけどそのお願いは聞けないわね。大切な器だもの。でもそうね、望むのであればそれらしい遊びに付き合ってあげてもいいわよ。それらしい遊び？ええ、今夜私の部屋に来てほしいの。前みたいにベッドの上で愛し合いましょう。そうすれば辛いことも全部忘れられるでしょう。たわごとには耳を貸さないでください、テレサ様。フィアナ様とはそのような横島な行いをした覚えはありません。そりゃそうよね。それ以上フィアナ様を愚弄することは許さない。アンリさん、ダメ、挑発に乗っては。かわいい子猫ちゃんね。どうしてこうもたやすいの？あまりにも一辺倒な受け答えだと飽きちゃうわね。もう殺しちゃおうかしら。やめなさい、ニーバラナ。あら、まだいたのね、テレサ様。
もう今日は帰っていいわよ。今夜はこの愛しいメイドを死ぬまでいじめることにしたから、当分あなたに用はないわ。アンリさんを離してください。いやよ、せっかく捕まえたのに。でもどうしてもというなら、そのロザリオと交換するのはいかがかしら。それは。口車に乗ってはダメです、テレサ様。そうね、教会の大切なロザリオですもの。こんな魔女にそそのかされて渡すわけがないわ。友人の命よりも大事なものでしょう。私も無理にとは言わないわ。その代わりこの子はいただいていくわね。もうやめて。やめない。だってロザリオくれないんだもん。ロザリオなら渡しますから。本当に？ロザリオを渡しても解放される保証なんてありません。ええ、そうね。だけどくれるんでしょ、ロザリオ。どうすればいいの？手渡しが一番かなと思ったんだけど、お互い用心しないといけないわ。せーのってこちらに投げてもらってもいい？はい、行くわよ。せーの。約束を守らないなんて分かりきっているのに、どうしてすがっちゃうのかな。テレサ様、申し訳ございません。私が不覚を取ったばかりに。いえ、これは私の弱さだから。そうね、バジリウスもフィアナも親心だとか騎士道、分かりやすい道義に流されて結局はダメになっちゃうんだもの。不甲斐ないわね。ねえ、あなたもそう思うでしょ、ガルド。ご無沙汰してたわね、ガルド。寂しかったわ。そうなんだ。じゃあ、私がそっちに引っ越してもいいわよ。失礼ね。そんなに私と結婚するのが嫌なの？困ってるのよ。慰み者なら一人で十分だったけど、二人同時に捕まえちゃったから手に余りそうなの。